それでは山田康生選手の公開練習を行いたいと思います。まずは肩の方から披露していただきます。お願いします。ありがとうございます。ではミット打ちの方に移りたいと思います。少々お待ちください。あれば大丈夫です。はい、分かりました。それではミット打ちの方、はい、お願いいたします。残り1分です。10秒です。はい、終わりです。ありがとうございます。何が取れました？質問していきたいと思います。お願いします。まず調子はいかがですか？調子はもう今まで以上にないぐらいすごく、はい、万全な状態には、はい、持っていけてると思います。はい、減量とか順調ですか？減量も順調です。はい、何キロぐらいありますか？減量幅で、まあ、5キロぐらいなんで、はい、全然問題ないかなって。今回の試合なんですけど、前回からおよそ試合時だと10ヶ月ぐらい空くんですかね？はい、10ヶ月ですね。はい、試合間隔とか問題ないですか？あ、そこら辺はあんまり気にはしてないかな。はい、ちょっとまた、東京とかと違うと思うんですけど、四国の方だとそのコロナウイルスの影響とかってまたちょっと違ったと思うんですけど、どんな影響がありましたか？やっぱ自分自身がやっぱこう道場を運営している中で、やっぱりその会員さんに迷惑をかけてはいけないっていうのもありますし、まあ自分らその運営する側と、まあ、会員様もそうですけど、まあお互いに気は使いながらっていう感じですね。ちょっとまあ今またこうコロナ禍で、はい、コロナが流行ってきてるっていう状況なんで、はい、こうそこはすごく慎重になりながら、はい、でもしっかり練習で追い込みしながらっていう、はい、こう気は常に、はい、使ってます。はい、どんな、なんか練習の支障とかってありましたか？練習に支障っていうのは、まあ、もっともっとそんなに
めちゃめちゃ練習環境がいいかって言ったら、地元の練習環境がいいかって言ったらそうではないんで、はい、まあ今も実際こうやって大阪の総本部にこう出稽古に来させてもらって練習をこう短期間でちょっとこう自分の動き確認しながら先生とかにこうここいいよここが悪いよっていうのをこう、はい、うまくこうすり合わせていきながら調整しながらっていう感じなんで、毎回こういう感じですね。そこは変わらないかなっていうのはあります。ありがとうございます。今回なんですけど、ライズの現役王者対決、階級を超えての試合となりましたが、そのことについてはいかがですか？そうですね、やっぱこうファンのライズファンの人たちもこう似たかったカードなんかなとも思いますし、で、あの前回の会見の時も多分言ったと思うんですけど、65の階級でまあ次っていう選手がまあ思い浮かばなかったっていうのもありますし、まあでも63の、ね、直樹選手も多分同じようなことを僕と同じようなことを言ってたんで、まあファンにとっちゃ良かったんかなと思いますけど、まあ、僕はメリットないんで勝負、はい、まあ下の階級の選手が上に上げてきてやるっていう、まあ迎え撃つような立場なんで、はい、まあそんなに、じゃあ直樹選手だからライズチャンピオンだからっていう、そこのなんていうんですかね、こうやばいっていう感覚も別にないですし、いつも通り平常心でしっかりやれば問題ないかなっていうのはあります。はい、相手の直樹選手なんですけど、もう戦うと思ってましたか？いや、まあ実際65でやってたのは、もともと65でやってたの知ってたんで、はい、まあでも直樹選手も、まあ、前回言ってたようにベルト2階級制覇を狙ってるっていうのも言ってましたし、であと、まあ、僕も目標立てるそのグローリーの選手とかと戦いたいっていう思いも多分向こうも直樹選手も、まあ僕もありますし、はい、その点に関してはまあ今回の試合で今後の展開展望っていうのは決まっていくのかなと思います。はい、その数年前は65キロで試合してた直樹選手なんですけど、またちょっと今は印象違うと思うんですけど、その今の印象とかってどんな印象を持ちますか？今の印象、あでも試合中すごく考えてるのかなっていうのは、はい、ついにまあ冷静なんかなとは思いますね。上手な戦い方してるかなっていうのは、で自分のスタイル、直樹選手のスタイルがあると思うので、まあ、そのスタイルに3分3ラウンドとかで持っていくのが上手な選手かなと思いますね。はい、もうトレーナーと一緒に研究はしてますか？そうですね、研究してますし、直樹選手の弱点も、はい、穴は全然ないっていうことはないと思うんで、はい、それはそこは常に意識はしてます。はい、もう弱点見つかりましたか？弱点、まあ、弱点というか自分のスタイル貫ければ問題ないかなっていうのはありますし、でも直樹選手もそれは分かってると思うんで、僕の強み、そこをの弱点をついてくるって多分向こうも同じだと思うんで、そこの、まあ、戦う上でそこをうまく崩していけれたらいいかなと思いますね。すごいオブラートに包みますね。オブラートに包んでます？ちなみにその話にもあったんですけど、今大阪で、合宿されてると思うんですけど、その毎回恒例だと思うんですけど、今回は具体的にどんなことやってますか？まあ、いつも来た時にやっぱこうバランスっていうか、そのパンチの出し方とか、まあ、ちょっとこと細かくなるんですけど、そういった点をしっかりこう修正しながら、まあ、1日2日ぐらいでだいぶこう感覚を取り戻してはいけれるんですけど、そこからしっかりそれを継続してやるような形と、あとまあスパーリング対人練習がまあ一貫性あんまできてないんで、地元の方ではで、こっち来た時にやっぱそういう対人練習を多めにっていうのは、はい、
来た時は意識してます。ちなみに明かせる範囲でいいんですけど、あのスパーリングパートナーって？そうですね、他団体のチャンピオンこれ言っちゃっていいんですかいいですか。まあ、K-1 チャンピオンの方とかで、クラッシュのチャンピオンの方とかで、今、まあ、ライズで軽量級の方で出てる選手とかもういっぱい、今もトップで頑張ってる選手とこう手合わせできるんで、はい、すごくありがたいです。ありがとうございます、はい、練習の中でやっていく中で、そのこうすれば勝てるっていうのは出てきてますか？そうですね、もう自分の中でもこのセオリーっていうか、こういう風に したらいいっていう方程式みたいなのは、はい、ちょっとずつ、はい、分かってきてますね。今回の試合なんですけど、その味方の一つで直樹選手が伝統派空手出身で、フルコン系の出身の山田選手っていう見方もできるんですけど、ご本人的にそういう見方ってありましたか？いや全然、その直樹選手がその伝統空手でどれぐらいやってたかとか、結果残してるかとか全然知らないんで、僕の方が多分ね、その点でいうと、まあフルコン上がりで、フルコンタクト空手上がりでっていうのは多分みんな認知してくれてると思うんで、あんまりどうなんですかね、そのみんな認知してるんかな、逆に直樹選手のキックボクサーっていうイメージの方が強いですけど、はい、ありがとうございます。まあ、最近だと直樹選手その伝統派空手の印象は全然ないんですけど、一応そういう出身だったこともあって、出身の方らしい技とかも持ってるんですけど、伝統派空手の選手の印象とかって？距離感、だとノーモーションでつくパンチとかかな、それぐらいかな。直樹選手にそういう印象ってありますか？あります、はい、距離感も上手ですし、ノーモーションでパンチ打つのが上手かなと思います。はい、ちなみに愛媛に帰ったらご家族いらっしゃると思うんですけど、ご家族も見に来られますか？多分来るんちゃいますかね。全然そこら辺の話はあんましてないんですよね。結構サプライズで来たりとかっていうパターンもあるんで、はい、まあ、来てくれたら嬉しいですね。まあ、大きい舞台なんで、はい、まあ、来てもその愛媛で待ってたとしても、うん、勝って家族にどんな報告したいですか？まあでもいつもやっぱ支えてくれてるんで、こう食事面やったりとか、いろんな自分の身の回りのことだったりとかっていう、はい、まあ、その感謝を伝えたいし、まあ、勝つのがね何よりもやっぱその恩返しだと思うんで、はい、その結果を報告できたらなとは思いますね。ありがとうございます。で最後になるんですけども、観客の方や、アベマの視聴者の皆さんにどんなところに注目してほしいですか？そうですね、まあ、現役、まあ、65と63のライズチャンピオン同士の戦いなんで、はい、まあ、まずその僕と直樹選手がやるっていうこと、そこをまあとりあえず、ね、こう注目してもらいたいし、みんなの中でちょっとでも意識してもらえたらなっていう気持ちもありますし、で、まあ、自分もまだまだこう伸びしろがこう練習していく中で あるって思ってるんで、そこもまあ自分のまた違ったところを出せれたらなと思ってるんで、そこもファンの方々にはこう注目してもらえたらなとは思います。最後にファンの方にメッセージをお願いします。おっす、そうですね、65のチャンピオンとしてしっかりまた大きい舞台で戦わさせてもらうんで、KO できるように、はい、KO を皆様にお届けできるように、はい、一生懸命やりますんで、応援よろしくお願いします。おっす。